はい。では今日はですね、理念昭和は意味があるかという話をしたいと思います。で皆さんのですね、会社でもしかしたら、まあ、いわゆる理念の昭和ですね、あの朝礼とかで、理念が書かれた冊子とかをですね、まあ、みんなでこう読むっていうですね、まあ、声に出して読むっていうのをやってる会社があるかもしれませんし、皆さんの周りにもねそういう会社があるんじゃないかなと思います。でこの理念昭和という習慣ですよね、要は。 これって結構日本企業独特かなと思ってて、私も結構海外の企業とか調べたりするんですけども、あんまりこれやってるの聞いたことないですよね。なので、まあ正直に常々ね、これって意味あんのかなっていうのをね、えー、まあ個人的にはね、思ってるんですよね。もちろん、うちのお客さんの中でもやってるところがあるので、まあ必ずしもこれがね、意味がないとか、まあ批判してるっていうわけじゃないんですけども、まあちょっと一回ね、そこに疑問符を、 を持ってみてはどうかということで、まあ、今日の動画をね、ちょっと撮っております。まあ、実はね、私、社員時代、会社員時代にですね、えーまあ、何社かあの会社員としてやったんですけど、そのうちの1社でこれやってたんですけど、正直ね、ほとんど覚えてないんですよ、その時の内容。<laughs> 確かにこう、うん、やってたんだけど、その時何を、どんな理念だったかっていうのね、正直覚えてないですね。 だからそういう意味で、これって本当にやってる意味あるのかなっていうのね、えー、まあ常々感じてるわけなんですね。まあ今日はその辺の話をしていきたいなと思います。で、結論としてはですね、えー、まあこの理念昭和、まあ理念昭和っていうのは要は理念を共有したいから皆さんやるわけですね。なのでじゃあそのために別の方法もあるんじゃないかっていうね、まあそういう投げかけをしてみたいなというわけですね。で、えっと、ちょっといきなり洗脳方法っていう話なんですけども、えっと、この理念昭和というのは、 ちょっと昔はね、確かにね、ある程度意味はあったのかなと思うわけですね。で、えっと、まあ、ちょっとね、話がこの洗脳っていう話になるんですけど、人を洗脳する方法でって大体まぁこんな感じなんですよね。まず、既存の人間関係と確離されるということですね。例えばカルト宗教とかですね、あと、まあ、私もちょっと昔関わってましたけど、ネットワークビジネスとか、えー 要はその人の考え方を変えないといけないビジネスってあるんですけど、そういうビジネスってだいたい最初にこうやるんですね。既存の人間関係と隔離されるさせるということですね。まあ、特にカルト宗教、やばい宗教なんていうのは、えー、家族とかですね、今まで友達とかとまず隔離させるんですね。そして山奥にあるなんかこう修行する施設みたいなところに、えーまあ、要はあ入ってもらうわけですね。で外部とのこう情報ね遮断するというのがまず第一ステップ。 なってきますで次が精神的・肉体的疲労を与えるということで、えー、例えば修行で精神的に疲れさせたりとか、肉体的に疲労をね、えー、与えて疲れさせると。要は、ね、これは何かっていうと、考える力をなくさせるということですね。昔、ですねあのヒトラーが、あのー、なんていうかあのスピーチというか演説する、えー、ことをいっぱいやってたわけですね。まあ、それでこうナチス・ドイツの思想をどんどん広めていったんですけども、 1その、まあ、一つ言われているのは、彼は、ね、その演説の時間っていうのを夕方とか夜に設定したというふうに言われているんですね。これなぜかというとです、ねえー、夕方とか夜になるんだとみんなが疲れているからなんですよね。なので、そのヒトラーの言葉がそのまますっと、ね、入りやすいというふうに、えーまあ、言われています。まあ、それを知っていたかどうか分かりませんけれども、とにかくヒトラーは、えー、そういうことに意識してやっていたというふうに、えーまあ、言われていますね。 あとね、自己啓発セミナーとかも結構これに近いですね。朝から晩までずっと、こう、同じ集団の中で、朝から晩までずっと過ごさせるということですね。えー、その家族とかあ、既存のビジネスの仲間と話して、セミナー会場っていうところに隔離して、で、朝から晩までセミナーやってですね、で、肉体的な疲労を与えるということですね。で次はですね、えー、既存信者と長時間共にするということですね。まあ、今までの人間関係と分かりさせれば、 当然その、すでに信者になっている人たちと長時間過ごす,過ごすことになりますので、そこでこの新しい価値観というね、植え付けていくというやり方ですね。まあ、だいたい人の洗脳って、えーまあ、こんな感じで行われていくんですけども、昔はね、そのインターネットとかない時代っていうのは、この理念昭和によって、この洗脳の、ね、ステップはうまく回ってたかなと思うんですよね。 まあ別にその社長がね、その社員を洗脳しようと思ってやっていったわけではないと思うんですけども、まあ多分このね、えー、ステップにその沿ってるわけですね。で、昔は、えっと、あんまりこの、なんていうかな、今みたいにインターネットがないので、自分の会社の以外の人と付き合う機会ってそんななかったのかなと思うわけですね。なので昔の会社員の人たちが所属しているコミュニティっていうのは、この会社と家庭ですよね。 まあ特にバブル時代なんていうのは、まあ、とにかく同僚とね、あの、過ごす時間がめちゃくちゃ長いわけですね。あとは家庭に帰ってきて、えー、まあ奥さんとか子供といるという感じで、まあ、こう非常に、ね、限られたコミュニティの中で過ごしていたわけですね。で、そうするとですね、えー、まあ会社に行くっていうことは、要は、まずこの家庭と話されるわけですね。えー、で、えー、まあ会社で働けば精神的にも肉体的にも疲れますよねと。 で、そこでこの理念昭和っていうのをやってですね、こう新しい価値観を植え付けていくっていう、まあ、この手法がね、えー、うまく機能して、理念昭和することによって、会社の理念を社員の人たちがね、こう共有していくっていう、まあ、そういうのがね、なんか、えー、まあ、できていたんだろうなというふうに思います。まあ、一方でですね、最近はどうかというと、なかなか家庭とね、会社だけに、だけのコミュニティに所属している人が、まあ、少なくなってきていると思うんですね。 まあ私なんかもそうですけれども、例えば、えーまあ、友人がね、いたりとか、地元の友人がいたりとかあしますし、あとネット上だけでね、つながってる SNS の友達がいたりとか、次第がいたりしますまね。まあ、そこからいろんな情報が入ってくると。あと、地域社会の、えーまあ、情報があったりします。あとはですね、えーまあ、昔とよく違うのが、この他社人脈が、まあ、結構あってですね、えーまあ、同業他社の、えー、なんか、 知り合いとかですね。あと、異業種交流会行けば、まあ、他の会社の人たちもいっぱいいるわけですね。そんな感じで、一人の人が様々なコミュニティに所属しているというのが、まあ、今の時代なわけですね。そうするとですね、このステップがうまく機能しなくなるわけですね。まず、この既存の人間関係と確立させるということ自体がまず難しくなりますね。まあ、会社に行ってもですね、まあ、ネットで繋がってますんで、SNS SN でね、他の会社の人と話したりとか、 でできますんでそうすると、自分の会社はこうやってるから、あの会社はこうやってんだな、みたいなことでいろんな情報が入ってくるわけですね。なので、このまず最初のステップが難しくなって、その次のステップも全部うまく機能しなくなるということで、これ理念を昭和させて、えーえー、させることで理念を共有していくっていうのが結構難しくなってきてるのかなと思うんですね。 でまあ、ちょっと計算してみますと、ですね例えば朝礼で理念昭和している会社だったとしますね。朝礼でたい15分ぐらいだと思うんですけれども、まあ、その時にはこう理念昭和をするということでやってるんですけれども、これだけの場合には、ですね会社の理念に社員の人が触れる時間というのは、全部の就労時間のわずか3.125%でしかないとい。ですね他の時間は他のこと考えてるわけですね。これとは全然 え、理念の共有っていうのは難しいなというわけですね。なので、まあ、まあ、効果がないとは言いませんけれども、理念昭和をして理念共有しようっていうのは、なかなか今時で難しかったよなという感じですね。でですね、こう、理念昭和を朝礼でやってる会社が結構ね、参考にしているというか、えーまあ、そこからこう、刺激されてやってるっていうのが、このリッツ・カールトンのラインナップっていう仕組みなんですけども、これはまあ、リッツ・カールトンの、まあ、いわゆる朝礼ですよね。えー、毎日、 同じグループの人たちが集まって、こう、まあ、10分か10分ぐらいこう話し合うっていうのが、こう、ラインナップっていう、まあ、ミーティングの仕組みなんですけども、まあ、じゃあこれうちも取り入れようっていうことで、えー、なんかね、こう、理念を朝礼でこう、昇和するっていうのがね、やってる会社が多いんですよね。でもですね、このリッツ・カールトンのラインナップの様子が、まあ、いくつか、あの、YouTube にはアップされているので、ぜひ見てほしいんですけども、ここではね、別に理念を昭和してるわけじゃないんですよね。 あのまあリツカウトの,そのゴールドスタンダードって言われるいわゆる会社の理念あるんですけども、えー、まあそれに関して、えー、まあ社員の、ね、メンバーがこう何人かですねそれについてなんかこう最近あった出来事とか考えていることをまあシェアするみたいな時間が5分ぐらいあるっていうのがこ5分ぐらいあるっていうのがこのラインナップの仕組みなんですねで他の時間は、えーまあ 今日の出来事、予定とかですね。あと、まあ、共有しておくべき業務的な連絡をやってですね。まあ、それでだたい10分ぐらいで収まるっていうのはこのラインナップなんですね。なので、えー、まあ、なんてかな。みんなこれに仕事刺激を受けてやってるんだけども、実は、リッツ・カウトンでは、理念の昭和はやってないというのが、まあ、実態なんですね。で、えー、まあ、ただね、ここでやってることで、一つ参考になるなと思うのは、こう、単にね、言葉として、理念をね、 読み上げても頭に入ってこないし、えー、なんて言うかなあの私のさっき言ったみたいにすぐ忘れちゃうわけですねなのでそうじゃなくてこ、えー、このリッツカートでやってみたいに考えさせるってことがやっぱ大事かなと思うわけですね、えー、この理念に基づ,基づいてこういうイベントがあったとかこういう行動をしたとかこういう、えー、お客様がいてこういう対応をしたとかですね、まあ、そういう社員の人たちが自分たちで考えて 発言するという、まあ、そういう機会を与えないと、えー、単にね、昭和しても意味がないというわけですね。ぜひそれを、まあ、ちょっと取り入れてみるといいんじゃないかなと思うんですね。あと、理念をまあ共有したいと思ったら、大切なのが、まあ、よく見る図ですけども、理念があって、えー、それがこう戦略とか方針に落とし込まれてで、そして日々の活動があるということなんですね。この一貫性を、ね、やっぱ保っていくということですね。 理念は理念であるんだけど、それと戦略が結びついてないとか、理念とこう実際の日々の仕事が結びついてないっていうのでは、まあ、さっき言った通り、朝礼っていうのは3.125%しかないので、全く浸透っていうか共有できないわけですね、理念は。なので、理想としては、理念書はなんかしなくても、この会社が決めた戦略とか方針とか、あと活動の なんか仕組みですね。まあ、そ,れそ,れそれに沿って、社員の人たちが仕事をするだけで、自然とこの理念というのが共有されていくっていう、まあ、そういうモデルを作るのがまあ理想なわけですね。まあ、私たちも仕組み経営で、えー、会社の、えー、と仕組みづくりをお手伝いするときには、必ずそれをちょっと意識しながら、まあ、お手伝いしているという感じなんですね。やこの理念と戦略の一貫性がどうかっていうところと、理念と日々の活動、社員の人たちの、まあ、ここに、ね、一貫性があるかどうかっていう。 いうことですね、まあ、これをね、えー、ぜひチェックしてみるといいんじゃないかと思います。まあ、どういうわけで今日は理念書に意味はあるかということで、まあ、特にね結論があるわけじゃないんですけども、まあ、私が日頃疑問に思っていることをちょっと、えー、ご紹介させていただきました。では今日は以上となります。